はい、どうもこんにちは、ツインです。よかったらチャンネル登録といいねボタンとコメントも、まあもしよかったらっていうか、ぜひしていただけると嬉しいです。挨拶だけでもいいんで、なんかコメントくれくれモードに入ってますけども、まあよろしくお願いします。はい、ということで今日は開封動画です。はい。まあ開封動画というかもう、ここに箱は出てるんですけれども、エレコムさんのですね、EXG という、ここに、見えますか ?EXG! なんでこんなピントが合わない ?EXG のトラックボール親指操作タイプってやつですね。いわゆるトラックボールマウスっていうやつです。で、実はってか、ここに見えてるのわかります?もうちょっと、作業しながらいつもマウス使ってるので、もうパテがついてたり塗料がついてたり、ちょっと小汚いんですけれども、これ見てわかりますかね?これ。これが、実は、同じ EXG の、トラックボールマウスなんですけれども、これは有線です。USB の、まあ、いわゆる、なんていうのかな。電池がなくても動くタイプの、ものになります。で、今回買ったのが同じモデルの無線タイプを買いました。なんでかというとですね、なぜかというとですね、このトラックボールマウスっていうのがすごいいいんですよ。めちゃくちゃいいんですよ。で、トラックボールマウスもピンから、まあ、ピンから切っていう言葉使っていいのかな。まあ、要はお値段がですね、すごく安い、まあ、割とお手頃価格なものから、それこそ何万もするようなものもあったりはするんですけれども、このエレコムさんのこのシリーズがですね、値段と、なんていうかな、パフォーマンス、いわゆるコスパがね、最強なんじゃないかなと思ってます。で、通常がですね、4000円前後で、売ってます。で、その通常価格が4000円前後で買えるっていうのも、ちなみにですね、有線も無線も値段対して変わんないです。うん。どっちか、もしかしたら無線の方が若干安いぐらいの感じがあるかもしれません。値段ほとんど変わんないと思います。有線も無線もね。うん。で、まあ、とにかく4000円前後で買えるマウスって、別にそんな高いマウスじゃないよね。まあもちろんその900、500円とか1000円とかで買えるマウスも世の中にはあるので、まあ、それに比べれば高いんだけども、正直500円とかで買える。それこそ、まあちょっとこと、なんだろうな、例に出してしまうと、ちょっと申し訳ない気はするんだけれども、100均で売ってる数百円のマウスに比べれば、まあ結構高級品ですよ。4000円前後ってね。まあでも、決して高いものではないと思います。で、これがですね、今、皆さん、アマゾンのブラックフライデー始まってるの分かります?知ってます?まあ、知ってますよね。皆さんね、もうね、こんな YouTube 見るような人は知ってると思うんですけれども、ですね、ブラックフライデーの値引きの対象になってます。はい。で、ちなみにお値段が、今ね、現状価格が、あれ?あ、なってるね。はい。現状価格2900円です。はい。現状2900円、3000円切ってるんですよ。17% オフかな?いつもと比べると 17% オフぐらいになってると思います。はい。というわけで、とにかく2900円で買えるなら買っとけって話なんですよ。皆さん、何がいいってね、マウスってね、まあ開けようか。とりあえず開けるわ。とりあえず開けますね。まあ中身はね、分かっているので、じゃーん、こんな感じですね。あ、これしかも、エレコムさんの多分、一般流通する、要はお店とかで店頭で並ぶパッケージではなくて、多分、エレコムさんのダイレクトショップの商品だと思います。なので、こういう普通のなんか茶色い箱にシールを、このステッカーを貼ってあるだけ、商品説明のシールを貼ってるだけで、中もこんな感じで、要は化粧がされてないのね。化粧箱に入ってない。だから安いんですけど、で、まあ一応電池もついてます。で、まあ、説明書がついてます。って感じですね。もう、梱包も簡単ですよね。まあ、だから安いってのもあるんだけどね。うん。これがね、量販店、家電量販店さんとかで買うとちょっと高いんですよ。やっぱり5000円ぐらいになるのかな。普段の通常価格はね。まあ、それに比べれば、やっぱりネットで買った方が安いんじゃないかなと思うんですけども。まあ、要は、こんなものになります。はい。まあ、電池まだちょっと入れませんけども。よいしょ。まあ、見比べても、まあ、ちょっと、汚いんで、もともとこういう色でしたね。で、汚れるとこんな感じになるんですけれども、ですね、
まあ、機能としては十分なものになってます。あ、全然滑りが、やっぱ新品とあれで若干違うかな。うん、だいぶ滑りがいいね、新品はね。まあいいや。で、このね、普通のマウス操作でと一緒です。この左クリック、右クリック、あとこのサイドボタン。で、ですね、トラックボールマウスの、全部が全部のモデルについてるかどうかちょっとわからないんですけれども、ここにね、3つ目のボタン、あの、クリックボタンがあります、これ。これ何かというと、何かというとですね、画面見せた方が分かりやすいんだけども、ちょっと画面、今ちょっと見せられないものが結構映っているので、お見せできないんだけど、まあ、ちょっと口頭で説明するね。これ何かというと、トラックボールマウスってね、やっぱ滑りがいいんですよ。分かりますかね、ほら。こんな感じで、めっちゃ滑るんですよ。見えてますかね。なので、こう、カーソル、ね、画面に映ってるカーソルが、ちょっと行き過ぎたりとか、ちょっと微調整難しかったりするときが、若干、まあ、ほとんど慣れるとね、そんなことはあんまりないんだけども、そういうときに、この3つ目のこのクリックボタンを押しながらトラックボールを回すと、このカーソルを動かすその速度というのは、カーソル速度が少し落とすことができるんですね。カーソルが普段はこう普通にこう動かしてスムーズに瞬時に移動させる。で、あのマウスと違って、これを回せば画面の端から端まで動かせるので、これ、例えば普通のマウスだったら画面の端から端まで動かそうと思ったら、マウスをこう動かさなきゃいけないじゃないですか、こういうふうにね。わかります？これが、トラックもボールマウスだと、これを動かすだけで、スッと移動できるっていう、すごく便利なんですよ、本当に。なんだけども、動きすぎて、ちょっと狙いが定まらないっていう時にですね、この3つ目のこのボタンを押しながらやると、まあ、微調整というか、ゆっくりになるので、クリックね、その選択画面。例えば画像とかファイルを何個がね、選択するときに、やるときとかに使ったりとか。あと、その、なんだろうな、画像編集とかをするときに、まあ、ペンタブとか持ってる人はね、もっと細かいものが使うんでしょうけども、そういうちょっとした画像編集をするときなんかも、この3つ目のこのクリックボタンを押しながらするとすごくやりやすいです。で、まあ、今回無線のものを買ったんですけれども、別に有線のものと無線のもの何が違うかというと、単純に、電池切れの心配があるかないかの差だと思ってください。で、なんでじゃあ僕有線最初に買ってたかというと、3D モデリングをちょっと勉強してた時があるんですよ。あの、ブレンダーっていうね、あの、3D モデリング用の、フリーのソフトがあるんですけれども、もう皆さんね、有名なんで知ってると思うんですけれども、まあ、それをちょっと勉強するときに、やっぱり無線だとね、こう電池切れが途中起きたりとか、あと、ちょっとラグっていうのがどうしても生じてしまうんですよ、無線だと。てか、まあ、このトラックボールの、このエレゴムさんのマウスで、その遅延みたいなものが起きるかどうかちょっと実はわからないんですけれども、通常のマウスで、まだね、トラックボールを買う前に、通常のマウスでやってたら、ちょっとやっぱ使いづらい。で、もっと言うと、最初使ってたのが通常のマウスなので、やっぱりこう、動かさなきゃいけないじゃないですか、こういう。だから微調整。本当にね、このトラックボールマウスって、あのね、多分ね、ちょっと苦手意識を持ってる方が多いと思うんですけども、意外とね。なんだけども、使うと、もう戻れなくなります。まあ、マウス、普通のマウスを使ってた、今までの自分が、本当にね、愚かだったなって思うぐらい、使い勝手がいいです。もうね、この動かすこのストレスっていうのかな。もう本当にね、こう、微調整も当然ね、さっき言ったように調整できるし、その画面を自由にこう、ぐりぐりとこう、動かすことができるんですよね、感覚的に。なんだけど、やっぱり通常のマウスって、マウス自体を動かさなきゃいけないので、ほんと微調整がやりにくいんですよ。そういう利点があるし、まあ使って慣れると、普通のね、ブラウザ、ね、まあ YouTube 見たりとか、まあ画像検索とかするときも、もう慣れてしまえばもう、本当に、こっちの方が早いし、楽です。っていうのが今2900円で売ってます。で、まあ今回無線にしたのは、まあ有線は有線でね、普通にあるので使えているんですけども、ちょっと有線だとね、やっぱ線のこの長さ、この線のね、この線の長さでちょっと縛られちゃうんですね、行動範囲がね。これが、まあここから、このね、この今この板あるじゃないですか。この板の上ぐらいしかちょっとね、置ける場所がないんですけれども、これだったらね、もう、この、例えばこう膝に、膝の上に置いててもいいわけです。ここで作業しながら、膝の上にこうマウスを置いとけば、もう画面。まあ、これね、普通のマウスだったらできませんよね。膝の上にマウスね、置いて、もう動かすことできないじゃないですか。これが、トラックボールだとできると、いうことになります。なので、まあ、コスパ安い。とにかく、あの、
いきなりね高いのを買ってやっぱり慣れないなっていうこともまあないとは思うけどもあると思うので、まあ2900円、今はねブラックなんだっけブラックフライデーブラックフライデーで安いので2900円だったら買っといていいんじゃないかなと思います。もう今回ねブラックフライデー一押しのね僕は商品だと思います。てか僕思わず買っちゃいましたからね。まあ普段からねカートにはいつも入れてるんですよ。で一番安い時狙って買おうと思ってたんですけれども、まあブラックフライデーでねまさか3000円切ってくるとは思わなかったので、まあ当然送料、消費税込みですね、はい、2900円ポッキリで届きますのでぜひ皆さんお使いください。でね、そうそう、今ねアマゾンのねクレジットカード作るとポイント還元で4000ポイントだか何ポイントだか確かもらえるんですよ。そしたらさもうさカードに入会するとただただで手に入りますよね。4000ポイントで入ってればね、カードに入って入会して、で入会してそのカードがもう発行されますってなるまで多分ねもうすぐ、人によってはもうそのもうものの数分とか1時間以内とかでもうカード発行決まりましたってなるんですけども、まあ遅くても半日とか1日の以内にはもうカード発行できる状況であればカード、人によってはね、カードも発行できないって方もいると思うんですけれども、まあカード発行できる方であれば、まあすぐにね、カードも発行できて、で、カードの発行が決まった瞬間からポイントがもう付与されます。あのね、アマゾンのポイントってね、ポイントの種類によってはね、結構時間かかったりするんですよ。この、要はポイントが付くまでにね。なんだけど、今回のね、このカードに入会して、ついてくるポイントっていうのはもうすぐ、です。もうそのすぐもう決まりました、カード発行決まりましたって言った瞬間からポイントつきますので、もしよかったらあの下のリンクにこのマウスの、商品リンクと、カードの発行のところのリンクとかも一応貼っときますので、よかったら、参考にしてみてください。はい、ということでまあ普段ね別に全然僕あのこういうガジェット系の話とかもそういうをメインにやってるわけじゃないんですけれども、これはねあの本当に特にモデラーの方ですね。僕モデラーじゃないですか。モデラーの方ってね、まあちょっと汚れるけれども、汚れるからさ、あんまり高いマウス使いたくないよね。どっちみち汚れるし、こんな感じになるね。どうせこんな、すぐこんなことになるわけですよ。どうしてもね、汚れたてで、まあ画面でね、あの資料を見ながらね。まああの資料を見ない人はね、いいんですけど、僕みたいにこう資料を見ながらなんか作るとき、どうしても画面を見たり動画を見たりとかしながらね。で、パテがついたって、まあ、まあ、なんだろうな、塗料が飛び散ったりね、するんですよ。なので、必ず汚れるので、これがさ、1万も2万も3万もするようなマウスとかキーボードとか使ってたらさ、ショックじゃないですか。でもほら、3000円とかで買えるんだったらさ、まあ、本当に汚れてどうしようもなくなったら、また買い替えればいいしね。で、まあ、マウスはね、結構場所取るわけですよ。こう動かさなきゃいけないから。でも、トラックボールだったら、もう置いとけばいいし、なんなら自分のね、こう、本当、足元というか、まあ、この膝元っていうかね、膝の上とかでも置いててもいいし。とにかく、もうモデラーだったらこれすごくおすすめです。うん。まあ普通の人でもおすすめです。で、あとね、事務仕事してる人もやっぱりマウスってね、こう動かすとね、肩凝るんだよね。結構。なんだけど、これはもう動かさないじゃない？しかもさ、どこに置いてもいいわけじゃない？これ、無線だから。だから、自分の一番楽なところ、もう腕をこう置いて、一番肩とか腕とかに負担かからないところにね、置いて、で、もう親指でコロ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 して、たまにクリックすればいいだけなので、肩こりも防げます。なので、まあ本当になんかトラックボールにするべきじゃないかな、みんなね。まあでも苦手な人いるからね。でね、さっき 3D モデリング勉強するために、まあ普通のマウス最初使ってたんだけどトラックボール買ったって、そのなんでじゃあ普通のマウスねじゃなかったないのって言ったら、まあトラックボールねやっぱり使ってる方が多いんですよ。 3D モデリングのなんかこうやってるそのどういう道具を使ってるのかなっていうのをまあ調べた時に、まあトラックボールも使ってる人結構いたのよね。でまあじゃあ試しに買ってみようと思ったのが最初ですね。で使ってみたらもうめちゃくちゃ良かった。もう普段使い。最初はね、だからその 3D モデリングの練習をするときだけ使おうと思ってたので、こんなに汚れる予定じゃなかったんですよ。だけど、使ったらさ、もう便利すぎて、もうこれがメインの、あのね、ちゃんとマウスもあるんですよ。普通のマウスも。なんだけども、これが便利すぎて、もう。だから、こんな感じになりました。で、まあ、ちょっとね、汚くもなってるし、まあ、あの 3D モデリングとかで、あの電池切れとかね、別に電池切れたら変えればいいっていう、そういうことを電池のこととか気にしないんであれば、全然無線でね、電池が切れてもね、いいかなと思って、今回無線買いました。というわけで、ちょっと無駄に長い
宣伝動画になってますけど、別に僕ね、あの当然ですけど、当然ね、あのチャンネル登録者数が1000ちょっとぐらいでさ、あの案件とか来るわけないので、これ本気で言ってるので、ね、あの本気で僕あのこういうのを進めるときって、もう僕が使って良かったものしか進めてないんですけれども、トラックボールマウスはね、ほんと便利。あの別にエレコムさんじゃなくてもいいよ。もっといいのあるから。もっと高いのあるし、もっとその精度が高いもの。このトラックボールの、この、ちょっとね、これ軽すぎる気がするんだよな、このトラックボールがな。これがちょっと、これも、しかもね、トラックボールのね、種類があります。確か。確かね、エレコムさんでもトラックボールの種類によって値段がちょっと若干違うのがあった気がするな。これは多分一番安いやつなので、多分一番軽いトラックボールがついてるんじゃないかなと思うんだけど。あのね、トラックボールをね、あの色とかでね、重さが変わってたりとか、その質感が違ったりとか、トラックボールはね、変えれるんですよ、あとで。なので、まあ、そういうのも楽しめますかね。まあ、人によってね、いろんな、この、触り心地がいい悪いとかもあるので、そこはね、まあ、おいおい、自分でいいものを探していけばいいと思うんですけれども、とにかく、エレコムさんじゃなくてもいいので、あの、トラックボール一度試してみてください。で、今だと、エレコムさんだと3000以下で買えるので、超おすすめです。コスパいいです。かなりコスパいい。まあ、ちょっとでかいかな。まあ、ちょっとで、ね、難点を言うと、やっぱりちょっとでかい。だけど、ま、動かすわけじゃないからね、これ自体はね。あの、僕もね、最初見たときね、これを買ったときね、やっぱでかいなと思ったんだけど、でもね、動かさないから気にならないのよ。うん。で、まあ、普通のマウスと同じですね。さっきも、まあ、もう一度説明するけども、左クリック、右クリック、で、サイドボタンが2つついてて、で、ホイール、ね、ホイールがあります。で、ホイールもね、当然この角度も、この角度でね、こう、画面をこう、左右に振ったりできますし、で、さっき言ったそのポインターのね、ポインターのその精度を押した時だけちょっとゆっくりになるっていうボタン。あ、あとですね、これでね、ここにボタンもう一個あるんですよ、これ。さっき説明するの忘れた。これがね、上と下で、このポインターのその移動速度を2段階に変えることができます。だから、普段はもう、ちょっぱやの一番早い状態にしといて、例えばちょっと精密な画像編集とかするときは、もうあらかじめ、ちょっとゆっくりモードにしとくと、まあわざわざ右クリックを押すこともないし、なんならゆっくりしたモードでさらに右クリックを押すとさらにゆっくり選ぶことができるので。だから、厳密に言うと、その、このポインターのスピードは4段階のスピードにできるのかな。うん。あの、いちいちね、あの、マウス設定で画面、パソコンのね、マウス設定で、変えることもできますけれども、まあ手元で、まあある程度調節ができますので。これマジでいいよ。本当に。あの、2900円なら絶対買った方がいいと思うんで、ぜひ。今のうちに。まあ、ブラックフライデー、いつまでだっけ ?12 月の6日ぐらいだっけ確か。そのぐらいなので、まあ、よかったら買ってみてください。リンク貼っときます。というわけで、今回ちょっと全然模型とも車とも全く関係ない話なんですけども、まあ、ちょっとたまたまこういうものを買ったので、紹介させていただきました。まあ、他にもね、あの模型の動画とか車の動画とか、まあ、メインは模型関係ね、プラモデルとかフィギュアとか、そっち関係の動画なんですけれども、よかったらね、合わせて見てみてください。ということで、次回、今度はね、なんかまた別の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。バイバイ、またね。あの、今買った方がいいよ。3000以下で買えることあんまりないからね。はい。安いとはいえね。